では聖書を開きましょう。聖書は新約聖書のヘブル人への手紙の一章、ね、新約聖書ヘブル人の手紙の一章の一節から十四節までですね、ここを開きたいと思います。私は奇数節を読みますので皆さん偶数節を読みください。新約聖書ヘブル人への手紙一章一節。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて優れて高いところの滞納者の右の座につかれました。御子は御使いたちよりもさらに優れた皆を相続されたように、それだけ御使いよりも勝るものとなられました。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。またさらに、私は彼の父となり彼は私の子となる。さらに長子をこの世界にお送りになるときこう言われました。神の御使いは皆彼を拝む。また御使いについては、神は御使いたちを風とし、使える者たちを炎とされると言われました。御子についてはこう言われます。神よ、あなたの御座はよよ限りなく、あなたの御国の杖こそまっすぐな杖です。あなたは義を愛し不正を憎まれます。それゆえ神よ、あなたの神はあふれるばかりの喜びの油をあなたともに立つ者に増してあなたに注ぎなさいました。またこう言われます。主よ、あなたは初めに地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも長らえられます。すべてのものは着物のように古びます。あなたはこれらを街灯のように巻かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右についていなさい。御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんか。はい、ですね。新年に入ってからいろいろとこう方向性を、模索しながらといいますか、そしてまた今年のまたいろんな取り組みもすでに始まっておるわけですけど、特に、年末にですね、福音主義神学会、神学誌ので、福音主義イスラエル論という論文も、本になりですね、この3月にはラッドの終末論の本がね出版されるということで、普通はこう出版言うたらね、本を書いた人があのお金も用意し、販売活動も頑張らなあかんのですけども、しかし本当にそれがあの出版社の意向にかなうというかね、広い意味では神様の御心にかなうというか、そういうものである場合、本当にあのごく一部といいますか、その中心部の翻訳とか執筆をしたら、周りが動いてくれるというかね、また周りがお金を出してくれるというか、そういうことで本当に、ありがたいというかね、本当に神様の、御心のど真ん中の、そういう働きをしていたら、この周りの協力を得られるし、
周りが動いてくれてね、それをなんとか一人でも多くの人にね提供したいというね、まあそういう感じでですね、取り組んでくれる感じがしてね、いや本当にそういう方向でね、これからもまあ私もあと10年ぐらい元気かなという、まあそれがさらに5年10年と伸びてくれたらええ思うんですけども、まあどちらにしても、その時その時ですね、最後の5年、最後の10年いう感じでね、まあいい働きをしたいと。でまあ今年はまあまあ、KBI の講義の方も、まあ、半分にね、減らしてもらえるというか感じで、まあ、その空いた時間がまたねそういう時間に回せるかなというね、去年はもう全部が重なって本当にまあ大変というかね、執筆活動から全国研究会議授業も全部あったしですね、いうことで本当にまあよく乗り切れたなという感じですけど、まあ、今年はまあそういう面で、もう少しこう別の形でまあ集中できるかなという感じですね。でまあ私もまあ61になって、まあ私の先輩の先生方がね61ぐらいの時どうだったかな、でそろそろ引退とかね考えてね、スウェーデンに帰っていかれたなとかね、マッカーさんのようにこの老兵は死なずとね、ただ去りゆくのみという言葉をねアメリカの、まあ、国会で語ってね去っていったというね、有名な言葉がありますけど、本当にまだ元気なんだけどね、いい働きができるそういう、まあ、体力もあるけれども、しかし、まあ、次の若い人たちにね、まあ、そういう働きの分野をまあ、提供していくというかね、ことも大事というかね感じで、まあとりあえず半分、譲って若い人たちを育てる場を作るというね、まあそういう形 で同時にはその半分使ってた時間がこう余ってくるのでね、でそれをまあまた翻訳とか講演講義とかね、まあ、私のまあ願っていることの一つはやはり進学校で講義している領域だけじゃなしにもう一つその突っ込んだ領域ですねついてもまあ講義や講演を残していきたいと思うんですけど、それをまあ自分でですね ICI でまあ講義講演を作っていこうかなというね、そういうまあビジョンを持ってるんですね。それをまあ ICIストリーミングビデオワールドという感じでね、インターネットを通して提供していく、まあ、学校というかね、講義講演というか、まあ、そういうのは、まあ、すでに一つ掲載してるわけなんですけど、これを、まあ、この20年分というかね膨大な何か講演講義全部録画してますので、それを提供しながら、まあ、新しい領域をね、取り組んでいきたいというね。で、まあ、その一つ一つがなんか今日の、まあ、いろんな人の必要にかなうねそういう、まあ、講義講演というかね、にしていきたいなということですね。で、まあ、ずっとこうそういうことを考えながら、まあ、イエス様も福音書で書かれているようにね、私が去っていくことは益ですとね、去っていかないと助け主は来ないからですと、ね、イエス様が天から来られてね、クリスマスの時にお生まれになってね、マリアさんとして、そしてこの33年半の生涯を終えて、そして全ての人の罪を背負って十字架にかかってね、死んで葬られて3日目によみがえられて、そして40日後に天に帰られてね、で天に帰られて去っていかれたね、でそのことによってね、イエス様は天上の御座に就かれて、そして聖霊の注ぎを受けてね、それが全世界に注がれた、そして私たちのうちにね、イエス様を信じる者のうちに今聖霊が宿っておられる。イエス様は天上におられるけども、聖霊を通して私たちをね日々導いてくださっている。
語りかけてくださる、聖書を通してもね。まあ本当にそういう形でですね、イエス様が去っていかなければ、行かれなければ、ね、あのパレスチナの地で、そしてこうね、人間の一生分だけの働きで終わったと思うんですけど、ね、イエス様が去っていかれてね、聖霊が注がれることによってね、イエス様の働きが全世界の働きになったし、このね、2000年間、そして永遠に続くようなね、そういうこの制限のないね、時間的にも空間的にもね、働きになったということですね。だからそういうことを重ね合わせていつも考えるわけですけどね、私がまあ KBI の非常に、限定されたね、学校の働きから離れているとね、その時に私がまあ翻訳とかそういうまあ講演講義とかいろいろ取り組んで、しかしそれはね、本としてね、まあ言ったらその KBI という枠を超えてね、福音派全体に、九州教会全体にこう広がるしね、またこうどう言いますか、インターネットを通してね、全ての人にね、何かいつでも見ることができる、そういうまあ事業になるというね、まあそういうことで、本当になんていうかね、あ、イエス様が去っていかれることは駅であるとね、でそのことによってイエス様は地上の奉仕のステージから天上のねステージに移られてね、で私も生まれたらそういう地域限定のね、警備屋限定の働きからね、今何かこうね、福音主義神学誌の編集長もやってますけども、まあ神学会の働き、そして命の言葉投資の出版の働きとかね、もう本当になんかこうステージをね、一つこう広げられた働きに、まあ、なってきたなというね、そういうふうに、まあ、KBI の方針30数年やってますからね、こう外れていくのはちょっと寂しい気もするわけですけどね、しかしそのことの意味と意義というものをね、やっぱりこう深く神様は教えようとされてるんだなというね、だから完全に離れていくまでにはまだ5年10年あると思うんですけども、まあ私はまあそういうことを、まあいつまでもね、しがみつくんじゃなしにね、潔く、まあ受け入れてね、そして次のまあ働きにね、ステップアップしていきたいというね、そういう神様のまあ摂理というかね、導きとしてね、受け止めていきたいと思うんですね。で今日はまあヘブル人への手紙ですけども、ちょうどまあこのヘブル人の手紙というのがね、そういうまあ私の状況、置かれている状況といいますかね、そして今 JCA 警備が置かれている状況、日本のキリスト教が置かれている状況と重なるなと思ったんですね。このヘブル人の手紙というのはこう、まあ紀元60年代の後半に書かれたね、手紙で、まあ、イエス様をユダヤ人の人たち、まあ、信じておったわけですけども、だんだんまあ信仰がマンネリ化してですね、そしてこうユダヤ教が懐かしくなってね、また古い宗教に帰ろうかなというね、そういうまあ古い儀式といいますか、そういうようなものにまあ関心が移り出した時期といいますかね、でそういう時期に対してね、このヘブル人の手紙の著者はですね、このイエス様から目を離してはいけませんとね、信仰の創始者であり完成者であるね、このイエス様にね、この注目しなさいということでね、キリストがどういう方であるか、またキリストが成し遂げられた食材の宮座はどういうものであるかということをね、こんこんとまあ語りかけているね。で今日本のまあ特にリバイバル同盟とかペンテカリスマの人たちはね、ダビデの幕屋とかレストレーションとか、またエンパワードとかね、あるいはこうイスラエルを軸にした聖書解釈とかですね、イスラエルに行こうとかね、まあ、そういう方向にものすごくこういろんな集会やね、こうメッセージが流れているところがあるわけですけどね、まあ、それと、まあヘブル人が直面したですね、著者が直面した事柄とね、まあ、結構重なって見えるなというね、ところが あるような気がするんですね。まあ、そういう面で数年前からヘブル人の手紙の公開説教といいますか、教理的説教といいますか、
順番にやってみたいなというようなことだったんで、とりあえず一章からちょっと見ていってみようかなというね感じでおります。で、大まかに、拾いますけれども、1節から3節見ますとですね、このキリストはこの預言者より優れたものであるということがここで書いてあるね。神は昔先祖たちに預言者を通して多くの部分に分け、またいろいろな語られましたとね。本当にイスラエルの人たちにとって預言者っていうのはね、すごい存在ね。モーゼとかエリアとかですね、ダニエルとかね、イザヤとかね、本当にですね、ダビデもその一人ですけれども、そういうですね、形ですね、いろんな形で神様は語られる神であるね。沈黙されている、ね、神様じゃないしね、どこにおられる、おわしますかは知らねどもとかいう感じですね、考える日本の神々と違ってね、この天地万物を作られた神様がね、私たちに語りかけてくださっている、ね、預言者を通して聖書を通してね、すごいことですね。しかしですね、最後には、ね、この終わりの時には御子によってね、イエス・キリストを通してね、語られた、ね、イエス・キリストは神の言葉を語れるだけじゃなし、神ご自身でもあられた、ね、神が人となられた方であった、ね、神様は一体どういう方なんだろうと、ね、心配になる時、イエス様を見たら分かる、ね、私も学生の時に、ね、聖書を読んで、ああもしね神様がおられるんだったらね、イエス・キリストのような人であってほしいと思う、ね、そしてイエス・キリストのねと読んでいくとね、語りかけるんで、まさしく神様がね語りかけてくださっているように思うとね、ある人が言いましたね、天国とはどういうとこですかね、それはイエス様がおられるところですね。イエス様がおられなかったらもうそこは地獄みたいなもんですよ。極楽じゃなんじゃとか言ってもですね、本当にですね、そういう意味でですね、このイエス様ね、おられるね、この方はね世界を作られた方であるね。ね、そして3節、この御子は神の栄光の輝き、神の本質の完全な現れである、ね、御子を通して神様がどういう方であるか、イエス様を見なさいと、そしたら神様がどれだけ愛に満ちた方であるかいうことが分かりますとね。本当に優しい方ですよね、素晴らしい方、しかし真理を曲げないお方であるね。そして万物を保っている、そして、ね、この方は罪の清めを成し遂げて、ね、優れて高いところの滞納者の右に就かれました、ね、2000年前に私たちの全ての罪を背負って十字架まで死んでくださった、ね、そのことによって私たちは、ね、一生の間大きい罪、小さい罪、埃のような罪から石ころのような罪から、ね、大きな岩のような罪、ね、いろんな罪を犯す、ね、しかしその罪を全部背負ってイエス様を十字架にくださった、そのことによって私たちは、ね、イエス様を信じて皆天国に行くことができる、ね、私たちは死を恐れない、クリスチャンは死ぬことが怖くない、ね、それは、ね、何かこの地上の世界から、ね、旅立って神様の、ね、懐に、ね、迎え入れられることだから、ね、パウロは言いました、この地上で生きているよりも、ね、この死んで神様のところに行く方がもっと、ね、この幸いであることを知っていると、ね、何の心配もない、ね、そういうことでですね、本当にですね、私たちは安心して、ね、この人生の後半期を迎えられるし、最後の時期もね何も怖いことはない、ね、どこへ行くか分からないことは、私たちはイエス様のところにね迎え入れられるんだということですよね。そしてイエス様は天上のね神様の右の座に、ね、そして祈ってくださって、そして8節から12節までですね、ざっと見ていきますとですね、御子についてはこう言われますと、神はあなたの御座は良い限りなく、御国の杖こそまっすぐな杖です。まっすぐな杖、ね、イエス様はまっすぐな真理を教えられる、偶像礼拝してはいけない、本当の神様を愛しなさい、ね、あなたの隣と自分と同じように愛しなさい、ね、また真理を曲げることね、ブロンドルられない、ね、アレルギーね、だからね今ね本当にこうこの
ヘブル書の時代に多くの人が何かユダヤ教に戻ることに関心を持ってですね、そして何かそう儀式を懐かしく思ったようにね、このディスペンセーション主義、キリスト教シオニズムのね、いろんな流れではね、ユダヤ教の何か儀式とか何かそういう習慣とか、それからイスラエルを中心にした聖書解釈とかね、まあそういうこのイスラエル中心した神の計画とかね、そういうことをまあいろいろ流行っておりますけどね。しかしですね、この御座は御国に連れくとまっすぐな杖ですとね、このキリストから目を離してはいけないね、そういう方向に走ってはいけない、そういうことをですね、ヘブル人の手紙はね、手紙を通して叫んでいるわけですね。そしてまた実節ね、主よ、あなたは初めに地のもとを据えられました、天もあなたの御手の技ですとね、神様は天地万物ね、この秘蔵世界が作られた、地のもとを据えられたね、それと同じようにね、パウロはね、この私たちのキリスト教信仰の土台はイエス・キリストですとね、イエス・キリストの十字架の御業、罪の許しと復活ですと、聖書を転じて聖霊が注がれましたとね、そういう土台、これ以外の土台を据えることできない。それなのに何かこうね、何かこうユダヤ教的な解釈とか、なんかそういうものにね、こう流れていくね、それはですね、間違っているぞということですね。そして十二節ね、しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありませんね。まあ本当になんかこう、私も何十年間かクリスチャンになってかかりますけどもね、いろんな人がいろんな運動とか流行とかね、そんなの追っかけになってね、何々、運動、何々ムーブメント、何々集会ってですね、もうなんかこうあっち行きこっち行きしている姿を見るわけですけどね。しかしですね、神様の十字架の恵みって変わることがないね、尽きることがない恵みもね、なぜそこを追求しないんだろうかね、そこにとどまらないんだろうかということをね、いつもまあ思うわけですよね。まあ、そういうことでですね、この、まあ、あの私もまあヘブル人がここで手紙を送ったようにね、この年末には論文を書き、3月にはラートの本を翻訳しという形で、まあ、今日に向けてのヘブル人の手紙というね、何か意識を持ってね、何かこう送り出しておるわけですけどね、それを通して神様が、ね、素晴らしいこの働きの源としてくださるようにね、祈っていただきたいと思いますね。ではお祈りの時を持ちましょう。